今日はユニをキラヤバーナウェディングメイクに仕上げちゃうよ。まずはアイシャドウから。アイシャドウはブルーにしてみよう。ユニの目目にブルーのアイシャドウ。次はチーク。チークはピンク色をほっぺにトントン。ほっぺにトントン。チークを塗ったら今度は口紅。口紅は赤い口紅をお口に塗っていくよ。うん、素敵。次はドレスに色を塗っていくよ。花嫁さんのベールを飾っているこの部分は黄色で塗って、ブルーでも塗り塗り。この部分はグリーンで塗っていくよ。アクセサリーはこの部分をオレンジで塗って、リボンはピンク。ドレスのこの部分は黄色で塗り塗りしていくよ。指輪はキラキラのシールを貼っていこう。指輪のシールはこれがいいかな。このシールをペタ。うん、素敵。ユニのウェディングメイク出来上がり。とっても綺麗。うん、素敵な花嫁さんだね。指輪もキラキラで似合ってる。チークも可愛くて、口紅も大人っぽいね。アイシャドウも素敵。ユニのウェディングメイク可愛いなと思ってくれた人はグッドボタンを押してくれると嬉しいな。みんなもプリキュアたちをおしゃれにメイクアップしちゃおう。それじゃあ今日はこの辺で。じゃあね、バイバーイ。この8つの卵のどれか1つだけにお子玉が隠れているよ。どの卵に隠れているかみんなわかるかな？正解は、赤の隠れ玉の中にミシェルが隠れていたよ。赤の隠れ玉を選んだ人は大正解。おめでとう。動画を最後まで見てくれてありがとう。メリーからのお願いメリー。遊ぶームの画面でこのチャンネル登録と書かれているボタンをポチッと押してほしいメリ。そう、YouTube のボタンをポチッと押すメリよ。そうすると遊ぶームの楽しい動画が毎日2本も見れちゃうんだよね。シールや塗り絵、いろんな動画がたくさん。おしゃれでイケてる動画が見つかっちゃうかも。楽しい動画たくさん用意してるので、チャンネル登録して遊ぶームの動画いっぱい見るメリよ。そうそう、動画のここにあるアイマークをタッチすると
アソブームの他の動画が出てくるメリ。タッチしていろんな動画を見てみるメリよ。これからもアソブームよろしくメリ。